おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何の話をしていくかと言いますと、久しぶりのね曜日マッチ全選手解説をさせていただきたいと思います。まあ、SWCC をやっている中で皆さんねレジェンドマッチだったりそっちの周回が今忙しいかなと思ってます。ジェニワーズすごい優秀なんでね、まあ、ただ曜日マッチに関しても今回はねぜひご紹介させていただきたいなというところと、最近実はですねこの2回分ぐらいの更新のご報告ができていなくて、で結構いい選手がいたんですよね。前回ねあのこのアップデートの前がサウジの選手がいたんですよ。サウジのウィングかな。それをねちょっと私自身もちょっと取り逃したことを正直結構後悔してまして、まあ、そうなった時にねやっぱりこれは丁寧にやるべきだなと思いまして、ちょっと今回は予備マッチのね話もさせていただけたらと思った次第です。どれだ、この後かな、この後かな、この後じゃないな、これかな、モハメド・アル・シャウ、シャローブかな。結構いい選手がいたんだよね。そうそうそう、オーストリアとかねイランとかね、前回めちゃめちゃ良かったので、ちょっとこれをねちゃんと解説してお伝えできてなかったのはちょっとダメだなと思いまして、今回はですねお時間をいただけたらと思います。ってことでぜひ最後までお付き合いください。ってことで早速やっていきましょう。予備マッチなんですけれども、考え方としてはね何か新しい、自分のスタメンになる選手を手に入れるというよりはもっともっとシンプルなところで、インターナショナルカップですとかああいったところの希少な国の選手を手に入れておくっていうような目的だっていうところが大前提ですね。さあそしたらまずは一番大切な開催の期間から見ていきましょう。9月の6日から10月の4日になります。まあ、だいぶですね大人になると1ヶ月が早くて一瞬で過ぎ去っちゃうんですけど、どうなんですか、学生の方はやっぱ1ヶ月って長いんですかね。もうね大人になって社会に出るとねもう一瞬なんですよ1ヶ月って。本当にちょっとマジで、はい、コメントください、学生の方ね。うん、いや1ヶ月って長かった気がすんだよな、長かった気しませんね。えちょっとダラダラやってますけど今日は皆さんどうですか、昔の1ヶ月ってめっちゃ長かった気がしませんか。もうほとんど覚えてないですけど、はい、とりあえず10月4日までにやらなきゃいけないっていう、そういう今回は制限でございます。やりましょう。さあそしたらですね予備マッチの選手を見ていきますが、今回やっぱり気になって見ていくところは今ラズビット選手、月曜日の選手ですけれども、まあ、彼をねベースで話をしていきますが、国籍さっき言ったようにインターナショナルカップですごく大切なので、ここはもう第一で、取るべきか取らないべきかというところの話をしていきたいですし、あとですねプレースタイルもかな、うん、ここに関しても、まあ、例えばこの選手を持っていることでフォメコン組むのが便利になるとか、そういったところはきちんと見ていかなければいけないのかなと思います。で、いつも通りですね、まあ、3ヶ月ぶりぐらいにやるので何がいつもだって話なんですけど、取った方がいいわ A ランク、まあ取った方がいいけど手持ち次第だなは B ランク、取らなくてもいいよは C ランクっていうところで、ちょっと ABC の3段階に分けてね今回は選手を評価していきます。ラズビト選手、セルビアのレフトウィングの選手ですね。特徴はドリブル見習いとフィジカル、あとはウィンガードリブル弾丸シュートということで、すごくシンプルな選手だなと思います。ただ能力のところは全然悪くないというか、むしろすごく個人的にはいいなと思っていて、シュート BC とリブル D パス D ということで、もうなんか足引っ張るとかそういうところが全くないですよね。まあ、素晴らしいところだと思います。この選手はね個人的に評価 B です。セルビアって結構いるんですよ、いい選手がガチャから出てきます。ただ大量に手に入るっていう国ではないので、まあ、そこだけ考えると取っておいた方がいいんじゃないかなと思います。ただガチャでもやっぱりセルビアの選手が出てくることを考えると取らなければいけないではないかな、そういうところで今回ラズビット選手は B 評価とさせていただきます。お次ベリッタ選手ですね。カウンターの組み立てセンターバック、オーストラリアの選手です。この選手はもう早速ですが A 評価です。いくつか A 評価の理由があるんですが、まず1個目がね組み立てセンターバックっていうのがそこまで多くない、2つ目がやっぱりこのオーストラリアの希少性ですね。オーストラリアはねマジでいないです、本当に出てこない。
オーストえちょっとオセアニアかアジアにいなくてビビりましたが、これしかいないんですよね私オーストラリア。本当に取っといた方がいいですね。本当に取っといた方がいい。マジで取っときましょう。これはもう絶対いいですね。やっぱりセンターバックとかは本当にね失点に直結するポジションですから、そこできちんと星4選手を使えるとね、だいぶインターナショナルカップも勝ちやすくなるんじゃないかなと思います。で、まあ、特徴とかはね正直、まあ、その国籍がオーストラリアっていうことで価値があると思っていますので、そんな気にしなくていいんですが、まあまあかな。能力のところもね、組み立てセンターバックって大体こんな能力構成なんですけれども、守備ができませんが、まあ、それでも星4選手だったらこんなもんでしょうというのは正直思ってしまいます。うん、能力とか関係なくね、星4選手でオーストラリアってだけで、ぜひ取ってください。お次行きましょう。お次はイランのゴールキーパーエスマティン選手ですね。これまた希少な国が来ましたね。評価は A ランクです。取ってください。ただですね、いやいや取らなくてもいいんじゃないって方は、もうすでにイランのゴールキーパーがいる方、もしもいたらゴールキーパー2人はいりませんので、そういう方は優先度だいぶ低めかなと思います。うん、ただそうじゃないんだったら取っておいて損はないかな、っていうか取っておいた方がいい。イランも本当にガチャから選手が出てこないです。イラン国籍のガチャの選手がマジでいないです。で、特に今回のこのエスマティン選手のいいところはプレースタイルが守護神なんですよね。これが一番嬉しいね。まあ、あの守護神だと比較的というかだいぶフォメコン組みやすいので、これは本当にねぜひ取ってください。うん、セービング BC ハイボール BD 飛び出し D ということで、まあ、能力もバランスよくね全ゴールキーパー能力が上がりますし、特段何か大きくね足りていないなって思うところはないんじゃないかなは正直思ってます。普通に優秀ですね。これはなんなら私はちゃんとこれ取りに行こうと思います。うん、取りたいですね。お次エドナ選手です。カメルーンの OMF 来ました。チャンスメーカーです。さあ特徴も優秀、パス見習いと回復、ここに関してはエドナ選手に関してはもちろん A ランクなんですけど、今までのね選手たちとは違ってチャンスメーカーという価値をどう使うのかっていうところにもなってくるのかなとは個人的に思います。もちろんカメルーンの国自体もそんなにガチャさんの選手がいるわけではないので、まあ、オーストラリアとかに比べたら全然いるんですが、ただまあやっぱチャンスメーカーだよね。普通にねチャンスメーカーがいないですからね。星4でいくとそれこそソクラテスとかを取れていたらいいんですけど、なんかソクラテスが星4のログボでもらえるときまだサカツカ始めてなかったんですよねって方も正直いるのかなと思ってて、まあ、そういう方々からするとこれは取っといた方がいいですね。うん、ぜひ取っていただきたい。で最後がラスト、ペルーカラスト選手ですね。ダイナモでございます。なんか今回もね希少な国がすごく多くて嬉しいですね。ペルーに関しては正直ね今までのとまあまあそうだな、カメルーンもでしたけど、ペルーに関しては比較的選手が揃ってます。なので今回 B ランクとさせてください。ただ選手は揃ってますが育成するのはめんどくさいので、星3を星4に進化させてとか育成するのがめんどくさいので、まあ、そういう風に考えるとねシンプルに初めから星4選手で手に入るっていうところは今回カラスト選手いいところかなと思います。でかつですねこの選手のいいところがただの DMF ではなくダイナモ DMF なのでちゃんと守備してくれるんですよね。もうこの守備能力がきちんとあるかないかっていうところはその選手を評価するすごく大きな特に DMF ではね大切な場所になってきますので、そういう意味ではね多分数値以上に試合でチームに入れておくと活躍してくれる選手かなと思います。ただやっぱりペルーなんで B かな。うん、ということで今回は予備マッチの5選手を解説させていただきました。最後におさらいさせていただきますが、セルビアのラズビット選手は B ランクですね。セルビア比較的ガチャさんの選手多いです。オーストラリアのベリッタ選手、そしてイランのゴールキーパーエスマティン選手、カメルーンの OMF でかつチャンスメーカーのエドナ選手、この3人に関しては A ランクですから優先的に取っていただけたらなと思います。あえてこの中で順位をつけるのであれば、個人的にはオーストラリアが1番、次いでイランで最後がカメルーンかな。オーストラリア、イランの順で取りに行っていて損ないのかなと思います。で最後ですね、最後のペルーカラスト選手は強いんですが B ランクっていうところで今回の予備マッチ解説にさせていただきます。
私は結構ねインターナショナルカップ、ちゃんとやっている方だと思っていて、ついこの間もナイジェリアを優勝してねイエーイって思ってたんですけど、結構ねインターナショナルカップはやり始めると楽しいので、ぜひぜひねあんまりやってないよって方は意識してやってみていただけたらなと思います。ちょっとね総合値も星5の選手の総合値とかも低くなってきてしまってはいるんですが、まあ取っておいて損ないですし、どこかでね使えるかもしれませんので、ぜひぜひインターナショナルカップ一緒にね頑張っていただけたらと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。